前城秀人の君ザネクスト。はい、おはようございます、皆さん、日曜日いかがお過ごしでしょうか。本日も、君ザネクスト、パーソナリティ前城秀人でお送りしていきたいと思います。あ、ちょこっとだけ言っておくと、この番組パーソナリティは私だけではございません。はい、前城秀人の時もありますし、他の方の場合もありますので、はい、またそのうち他の方も出てくるのでお楽しみに、お待ちください。本日は前城秀人でお届けしてまいりたいと思います。最初に番組のご紹介からさせてください。この番組はですね、主に、子育て中の、お母さんお父さん、そして頑張ってる学生さんに向けて、発信させていただいております。基本的にはですね、さまざまな、大人の方にゲストとしてお越しいただき、そして、まあ、今されていることもそうなんですけれども、子供の頃のエピソードっていうのをお伺いしてまいります。子供の頃の体験が、どのように、今のご自身につながっているのか、こういったことに迫っていく番組でございます。あとこれからはですね、そのお子さんの出演、小中高生のですね、方に出演したいなという方もですね、ちょっと募集していきたいなと思ってますので、はい、このあたりもですね、ぜひよろしくお願いいたします。それでは、この後また挟んでですね、ゲストの方ご紹介してまいりたいと思います。楽しみにお待ちください。FM Naha。はい、それでは君ザネクスト、本日のゲストの方ご紹介いたします。前回に引き続きのご出演となります、株式会社 KO パートナーズ取締役副社長の今野幸男さんです。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ということで、本日ね、後編ということで、はい、ご出演いただいてありがとうございます。ありがとうございます。はい、ですね、じゃあ今回もまたいろいろお話をお伺いしてまいりたいんですけれども、はい、ちょっと今初めてお気になっている方も、先週お気になってない方もいらっしゃるかもしれませんので、ちょっと自己紹介をさせていただければと思います。はい、お願いいたします。はい、KO パートナーズの私、今野と申します。弊社は子どもから大人、企業、までですね、の働くに寄り添うパートナーでありたいという理念のもと、地域や学校、企業をと皆さんと一緒にですね、沖縄県の課題である、失業率や早期離職などの解決につなげて、みんなが生き生きと、生きて働けるようになったらいいなということで、さまざまな取り組みを行っています。はい、ありがとうございます。もう本当にぜひですね、前回の、この後もですね、お話、お知らせいただくんですけど、前回の、回ですね、お気になってない方はぜひ、FM 那覇さんの YouTube チャンネルに、アーカイブありますので、ぜひお聞きいただけたらと思うんですけど、本当にいろんな、機会というか場を本当に手がけられていらっしゃってて、でやっぱり今おっしゃってましたけども、この学校と地域とっていうことで、そうなんですよね。やっぱりお子さんのやっぱりこう成長のために関わっていくのは、お家、学校はもちろん大切ですけども、やっぱりそこだけではなかなか難しいというね、現状があって、地域っていうと、はい、でもどう、じゃあね、それをこうどうしていくのかっていうところで、やっぱその担い手というか、はい、そこをやっぱりプロデュースしていく、ね、存在が必要で、まさにね、その存在が KO パートナーズさんなのかなというふうに、はい、ありがとうございます。その通りです。はい、本当にすごくいろんなことされてますので、ぜひ皆さん、KO パートナーズさんの、この後もですね、お知らせさせていただけると思うんですけど、いろんな活動ですね、興味ある方はぜひご参加もいただけたらと思っております。はい、ということで、前回もはい、いろいろご紹介いただいたんですけど、今回も
そうですね、ちょっと直近の、はいはい、こともぜひ含めてお願いしたいと思います。ありがとうございます、はい、子どもたちや、まあ、大人、企業様、地域の支援を行っている中で、今回は企業様向けの、うん、セミナーのご案内をさせていただけたらと思います。この、2年間、まあ、いろんな、かつて体験したことがない、まあ、様々な状況により、まあ、沖縄県だけではないと思いますが、企業様の方も大変大きな課題だったりをに直面されていらっしゃると思います。そういったことをですね、実際の経営者の方たちから、まあ、ヒント、いろんな課題における、まあ、自分たちはこうやって多分乗り越えたよとか、こんなことしましたというようなお話を交えながら、主に那覇市の企業様向けではあるんですけれども、各企業さんが、まあ、そのヒントをもとにですね、また経営回復につなげたりとか、まあ、より成長加速させてしていただく何かの、まあ、きっかけになったらなというところで、さまざまなセミナーを行っております。はい、で、直近ですと12月9日に、経営者に学ぶ強い経営基盤の作り方セミナーというところで、上間天ぷらさん の上間さんが講師として、12月9日は行っております。はいはい、で続きまして、12月23日は、はい、販路拡大に生きるオンラインの活用伝授セミナーということで、ティーダクラウドの金子様を講師と招きまして、お話をさせていただいてます。計12回、はい、2月まで、毎月2本ぐらいですね、いろんな、まあ、テーマをもとにセミナーを行ってますので、はい、ぜひ弊社のホームページをご覧いただけたらと思います。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、株式会社、慶応パートナーズで、はい、そうですね、検索いただいたら、はいはい、出てくるとのことですので、そこからぜひ情報の方ですね、チェックしてみてください。いやでも、もう本当にこの2年間いろんなことに本当に振り回されて、でもその中で必死にね、皆さんやってこられてるんじゃないかなと思うんですけど、なんかこうこの辺ね、やっぱり上手い人って言ったらちょっとね、語弊があるかもしれないですけど、上手にこの辺をねパッパッとやっていく人もいれば、本当にねなかなかこうトンネルからやっぱり抜け出せなくてっていう状況の人もねいらっしゃると思いますけど、何らかのヒントにねつながればと思いますし、ある意味まあこれを気になっていただいている方ね、やっぱり私たち自身が元気でないと子どもたちにはね、やっぱりこう元気に向き合えないですもんね。だからそういう意味でも、まあ、いろんな方法とかいろんな、まあ、大切なことありますけれども、そうですね、こういったちょっとセミナーをきっかけにですね、何らかヒントをつかんでいただいたり、あるいはその、ね、僕直接お会いしたことはないんですけれど、上間天ぷらの社長さんってすごいエネルギーある方だと結構いろんな方から聞いていて、そういう方のねお話を聞けるっていうこと自体もね、すごくなんかいい場になるんじゃないかな。そうですね、まあ事業継承の多分お話もできると思います。はい、はい、なんかね、そこを大変されてる経営者の方もいらっしゃると聞きますんでね、まあ、ぜひぜひ今お聞きいただいてる方で、ちょっとなんかピンとくるなというのがある方はですね、ぜひ慶応パートナーさんでチェックされてみてください。よろしくお願いします。その他もいろんなねキャリア教育に関することもね、活動もされてらっしゃるので、はい、注目でございます。はい、ということで、他大丈夫ですか、何かないですか。はい、大丈夫です。はい、はい、それではですね、そんなまあ様々な、この地域と子どもたち、そして大人をつなぐ活動をされていらっしゃる、今野さんなんですが、前回ですね、この子どもの頃のお話をお聞きして、いやね、すごく大変だったなっていうのがありますし、でも一方ですごく大きな力を持ってらっしゃるなと、本当にそれを言いかけて、こう時間切れになったっていう前回だったんですが、本当詳しくはぜひ今お聞きいただいている皆さんは前回のですね YouTube ご覧いただけたらと思うんですが、助けてもらう力というか、周りの特にその年長者の方にですね、そんな力をその身につけていったっていうのが、僕はすごくなんか大きいなと思っていまして、いやそれこそね、そうなんです、僕が言いかけたのこれだったんですよ、
これから先ってますます助けてもらえる力を持ってる人が強いと思うんですよね。なんかもちろん自分でいろいろやれることも当然 大切だし、それはそれで必要なんですけど、やっぱりなんかあの人はなんか応援したいよねとかね、えそういうことをやっぱり得られる人ってめちゃくちゃ大きいんだろうなと、クラウドファンディングとかも そういうシステムですね、それがやっぱり今こうやってあのいろんな人が活用されてるのもその証左なのかなと思ったりしますよね、はい、まあ、そんなこんなでいろんな、ね、方に助けられてっていうことだったんですが、はい、じゃ あのこの助けられるっていうところからちょっと僕も少しまたお聞きしたいんですけど、はい、なんか、まあ、いろんな方多分いると思うんですけど、こういう存在にの方に特に助けられた、うん、助けられた存在の方って、うん、例えばどんな方が思い浮かびますか？はい、もちろん本当に関わってくださったそれこそ、うん、あの友達の親御さんだったりとか、うんうん、まあ、地域の同じアパートに住むおじさんやおばさん、はい、怖いおじさんおばさんもそうですし、怖いおじさん、まあ、近所のもうそれこそお店のおじちゃんおばちゃんもそうですし、まあ、当時はね、はい、いろんな大人の人に叱られたり、まあ、注意されたり、うん、ルールを教えてもらったりっていうのはあってかなと思います、はい、でもその中でやっぱり一番は友達ですかね。友達が本当にいなかったら今の自分はいなかっただろうなと思うぐらい、あの 親よりって言ったら失礼ですけど、親よりも友達を優先するぐらいって親にも言ったんですけど、はい、そのぐらい大きな存在だったんですね。そうですね、はい、そうですか。確か前回少しおっしゃってましたって、今でも、ね、付き合いがあるって、はい、小学校の時からの親友が今でも、ね、はい、すごいですよ50過ぎて、はい、ね、僕も今てん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 ちょっと今でもそこまでっていう人はちょっとなかなかいないなって正直恥ずかしながら思っちゃった次第なんですけど、いや大きいですね。もう何でもそれこそ知ってますよね。家庭の状況も全てを知ってる。そうそれこそ付き合った人も知ってるし本当何も隠してないって感じですかね。そんな存在があの小学校の時からの親友と高校の時からの親友と社会人になってからの親友がこの今3人か、まあ、もちろんそれ以外もいらっしゃるんですけども、はい、まあ、今でも、はい、あの自分が弱ったりした時には私でいいところ褒めてってあの LINE で送って、まあ、自分であげなくちゃいけない時に、はい、バーッと送ってもらったりとかですね、まあ、1年に1回会えるか会えないかですけれど、あのそれぞれ、ね、結婚して子供がいたり、あのあと旦那さん亡くされたりとかいろんな環境 の、はい、の皆さん進んでる道は違うんですけど、まあ、でも本当にずっとずっとそうですね、あのこの3人が今、まあ、支えてくれてるうちの人、3人なのかなっていうふうに、はい、何でも知ってるってすごいですよね。それだけね安心してオープンでいられる存在だから、うんうん、だから本当に嫌な自分も出せるし、はい、ああ、うん、めちゃめちゃいいですね。そうですね、嫌な自分も出せる、わがままな自分も出せる、うん、そうですね、うん、じゃあある意味そのねさっきいいところを送ってって言ったらバーって送ってね、うん、くれるっていう話もありましたけど、逆にちょっとこう伝えづらいけど、うん、ここは相手のためにも伝えなきゃいけないっていうことはきちんと言い合えるよう、あの私会社でもそうなんですけど、はい、ズバズバ言ってしまうの で、 うで、ね、あの後輩やあの部下にもそうですね、やっぱりこれはずっともう社会人になってから、うん、あのしょ、まあ、言い方はもちろん考えなくちゃいけないものの、うんうんうん、やっぱり、はい、相手のことを思ったらちゃんと言ってあげるってことが私はとても大切だと思っていて、あのそれは今も、まあ、言った後すごく胸が痛んだり、あ言わなきゃよかったと思うんですけれど、なんかそれはなんかやっぱりいいよいいよとか、あの表面で優しくしてもまた同じ場面にその人が出たりとかするときに、あのどうだろうかなと私は思って、はい、私は言う人っていうふうに役割を、はい、決めてます。めっちゃ大切だと思います。いやそれはね、うん、あの
間違いなく愛情からね発信されてる。どうなんでしょう、相手はどう思ってるか分からないですけれども、はい、ね、もちろんそうそうそう、受け取る側としてはね、うんうんうん、もちろん相手の受け取り方も人それぞれだから、うん、もうそこは正直言うと分からないですね、まあ、お任せするしかね、そうそうないとは思うんですけど、少なくともやっぱり今の話を聞いていたら、あ、ね、相手のためを思って言う方もしんどいじゃないですか、うん、しんどいです、言わない方が楽です、しんどい思いをね、そう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 、それでもやっぱりそこをね、うん、あのそういう思いしてでも伝えるっていうことをね、うん、あの選んでいる今野さんは愛情深いと思いますよ僕は。ついこの間も社長とも話したんですけど、はい、あの自分もその時あそういう時代があったと思うんですよね、なんかなかなか聞き入れられない大人の言葉だったり、まあ、それこそ先輩の言葉だったり上司の言葉っていうのが聞き入れない時、親の時子供もそうじゃないですか、うん、でもやっぱり自分がある程度そのステージといいますか同じ台に登った時に初めて、はい、あの時言ってたのこういうことなんだなっていうことが分かる時期が来るっていうのを自分でも、うん、多分皆さんもそうだと思うんですけど、だからこそ言わなくちゃいけないんだなって言うと、その何年後かに あの時のあれがそうだったんだ、はい、と思って、はい、心を鬼にして言ってますじゃあそれこ その、ね、いろんな人に叱られたりもしてっておっしゃってましたけど、うんうん、はい、なんかやっぱりじゃあ叱られてあーって思ったこともあったんですね、いっぱいありますね、本当にちっちゃなことですけどね、あのアパート木造のアパートで2階に住んでた時に、はい、廊下は静かに歩くとか、なんか学校のルールのよう、本当に小さなことですね、あの手洗う時にあんまり隣の人にロスタイドに水が飛ばないようにと洗いなさいとか、それこそ食べ物箸の使い方や結構いろんなこと言われましたね。今だとこういうことで注意されることって、はい、どうなんですかね、ない気がしますよ、うん、環境もあの全然整ってるので、ね、まあまあ確かにね、はい、する必要がないっていう一面もあるのかもしれませんけど、うん、いやそっか、そういうこと注意されたりしてて、もう本当にいろんな人にいろんなこと注意されました、子供の時から、あ、はい、あ、なんかあんまり叱られる今野さんの想像ができない、でもそれがあるから多分自分今の自分がいるんだと思います。逆にそうですね、はい、いやそっか、そうなんですね、最近どんなことで叱りましたこんなこと聞いてもいい多分あの後輩に聞いたらすぐ、多分今日も会議でなんかあの劇を飛ばした記憶があります。お、本当ですか、はい、おいいですね、いえ今野さんの劇ってすごく、僕はあの僕のイメージですけど、ね、はい、言葉はすごい丁寧だけど、うん、ずしってくるような劇を飛ばしそう、丁寧かもわからない、本当ですか、丁寧かもわからないですね、どっちか実はオラオラ的なあの本当は多分そうですね、まあ、ね、やっぱり私たちの時代はそういうのがあって、まあ、そうですよね、やっぱり時代の移り変わりで自分も変わらなくちゃいけないと、うん、ね、時代の変化に変わってはいるつもりですけど、はい、まあ、根本がね、もしかしたらやっぱ昭和のあれかも、引きずってるところは大きいかなと思ってます、うん、なのでそれが今正しいかっていうのはちょっと俯瞰してなるべく考えるようにしてます、うんうん、はい、時代に合った、そうですね、接し方だったり叱り方だったり、はい、なんかつもりです、ね、なかなか難しいところですよね、うん、今はね、うん、そこがね、すごい難しいです ね、それこそ時代は繰り返すではないですけど、うん、こうガーンって言ってくれるようなことが求められる時代が、うん、なんかもしかしたらもう少しで再び戻ってこないかなとかね、ぐるっと回って、ね、来たらいいですね、ね、なんか僕結構、まあ、まあ僕も、まあ、こんななりですけど、なんだでそういう中で育ってきたところはあるし、うん、やっぱり部活でもそうでしたし ね、 そうですね、部活厳しかったですよ ね、 ね、ちなみに部活とかどんなことされ、私はソフトボール部、お、本当ですか、はい、僕高校の時ソフトだった、そうなんですか私は中学の時でしたけれど、はい、女子ソフトって結構ハードなイメージが、めちゃくちゃ上下関係もすごい厳しかったですし、もう校庭何十周でした本当によくやってたなと思いますよね、はい、そういうこともあり、社会に出ても ね、 そうですね、身の回りでもいろんなね、うん、じゃあ本当に
いろんな大人に育てられたんですね。そうですね、本当なんか自分一人で生きてきたみたいな時期あったかもしれないですけど、こうやって今お話しすることでやっぱりいろんな人に支えられて生きてきたんだなっていうのを今改めて思いました。はい、そしてまさに今いろんな大人が子どもたちを育てるっていうことを今されてるわけですもんね。本当にその大人の一人として子どもたちと接して、いろんな大人の価値観や考え方や生き方があるってことを、多分一人でも多くの大人が子どもたちと接する機会を設けてあげることが私たちの仕事なんだろうなって。どれが正解はないじゃないですか。いや本当ですよね、なのでいろんな本当に大人、さっき言ってる怖い大人も必要でしょうしもちろん優しい大人、いろんな大人がいる中で自分が選んでいく、この人のこういうところかっこいいなとか、こういうところ真似したいなとか、ここの大人は嫌だなとかっていうことを多分いろんな経験を通して自分で選んでいくんだと思うんですよね。その機会がたくさんあればあるほど、そうですよね、子どもたちにとっては。そのためにいろんな地域や産業の方、あと保護者の方たちと、子どもと学校が、結びつけられるような、いろんな場を提供したいと思います、ぜひその一つの場で何か僕にもできることがあればさせてください。もちろんでございます、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。そろそろですね、ちょっと時間がまた迫ってきたんですが、この番組ではゲストの方にですね、いつも最後にお願いしていることがありまして、この番組を、お聞きいただいている方、特にこの私たちとしては子育て中の方とか、そして学生さんの方向けになんですけれども、学生さんに向けてですね、今大切にしてほしいなっていうことを、今いろいろあると思うんですけど、ちょっとメッセージとしてちょっといただけたらと思うんですけど、そうですね、やっぱりさっきの私の話でもあったり、やっぱ友達ですかね、多くなくて全然いいと思っていて、たった一人自分の味方がいれば生きていけるって私は思ってるので、出会った友達を大切に、だとめちゃくちゃ遊んでほしいその友達と本当喧嘩したり、そうです、ね、いろんな経験を通すと、なんか本当につなそれがつながっていくし、一生の友達になるかもしれないので、本当たった一人の、99人の敵がいても一人の味方がいればと思っています。はい、まさに、本当ですね。なんかいや僕今聞いてて、僕にもやっぱりね、その小学校からっていうところで言うと、って思うところはあるんですけど、やっぱり高校とか大学からやっぱりこう今でもね、こう親交があるやっぱりこう友達がいて、クリアやって思うこともねあるんですけど、でもね、そうなんかね、やっぱりなんていうのかな、ほっとけないなっていうのがあって、なんかふと気になった時にね、元気かって言って LINE 送ったりとかね、あるんですよね。やっぱりそういうね、こうなんていうのかな、やっぱりこうつながってるものがあるとね、なんか何気ないそういったことで励まされたりもしてるなとか思うと大切ですね。そうですね、ぜひお聞きいただいてる、ね、皆さん、学生の皆さんと大切にしていただきたいですし、今子育て中の方、お母さんお父さん聞いてて、お母さんお父さんから見ててお子さんのお友達いっぱいいらっしゃると思うんですけど、やっぱりね、その友達との時間ってすごくかけがえのないものなんだっていうこともね、ちょっと感じながら見守っていただけたらね、いいのかなって。もちろんいろんなねお友達がいますけれども、大切な時間の一つとしてね、大事に守っていける大人でありたいなというところもね、ちょっと、お伝えさせていただいて、今野さんからのメッセージでございました。ありがとうございました、ありがとうございました。それではこの後エンディングに入ってまいりたいと思います。はい、君だネクスト、本日もあっという間にお時間となりました。
はい、前回そして今回、ご出演いただきました今野さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうでしたか。緊張で汗が止まらないいやでもいろんな話をね本当にいっぱい聞けて、僕自身引き出してくださった、ありがとうございます。いやもう僕自身も本当に勉強になりました。友達大切にします、なんか大切にできてるかなってちょっとねすごく思っちゃいました。いや私も普段は、はい、雑です、もうやることもね今ねたくさんいろんな、はい、本当に子どもたちに向けてね、はい、活動されてらっしゃいますからね、はい、本当にね、そこは同じやっぱ子どもたち向けてっていうところで、同じ思いでねやってますんで、本当に僕も何かしら力で、はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。はい、それでは、君座ネクスト、前回そして今回、2週連続でですね、株式会社 KO パートナーズさんの、取締役副社長、今野幸男さんにご出演いただきました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。君座ネクスト、また次回もこの時間に皆さんのお耳に、お耳にかかりたいと思います。では皆さん素敵な週末をお過ごしください。さよなら。